きましょう。いよいよです。7、6、5、4、3、2、1。ババーン。どうもこんにちは、ビジャム TV のカーチュンです。今日はね、筑波サーキットに来ています。究極の耐久、耐久レース参加しようってことなんですけども、いつもね、今日僕一人で出てると思うんですけど、今日はね、ビジャムオールスター、東日本のね、他のメンバーも来てるので、まあ僕以外のメンバーもね、レース出るよ、走るよってことで、ね、そういったバイクチェックとかね、果たしてレースの結果はどうかとか、あとレースだけじゃなくてね、あのブースも出てるので、ブースのスタッフも無事ノルマが達成できるのかみたいな、そういった感じで今日はちょっとお送りしたいと思いますので、時間長いね、やれんのか頑張りたいと思います。ジュワッチ。これね、レースは今回2つの班が出てます。うさぎさんチームが神田チームで、亀さんチームが麻布チーム、2チーム出てるんですけども、そのチーム以外のチームが実はちょっとあるんですよ。こちらです。物販チーム、年号物販チームですね、はい、こちらがサイクルジャージ店のテシー君、いらっしゃいませ。それから横浜店の武藤君、ね、いらっしゃいませ。今日の目標は完売ですね。完売ですね。完売ですね。今のところ蹴り出しどうですか、調子。あ、もう絶好調です。絶好調です、はい。まあ、9時間って中条なんで、ぜひ物販チームも頑張って、あのゴール目指して、はい、はい、行ってきます、頑張ってください。ありがとうございます、はい、なんで今回はね、実はね、3チームエントリーしてるという3チーム、うさぎさんチーム、亀さんチーム、物販チームね、出てます。はい、果たして、結果のほどはどうなるかって感じですね。頑張ってください。頑張ります。いよいよね、レースが始まるというこの筑波サーキットでございます。で、まずはね、この99キロの前半戦、初めてレース参加される方はね、お見受けられますので、あいつ出す時もあのふらつかないように。ありがとうございます。で、この慣れてる方に関しては、力を追い抜いていくということでお願いいたします。続いてフラッグについてでございます。速度を落として追い越しせずに十分注意して、どんなドラマが生まれるのでしょうか。さあ、それではみんなでいきましょう。いよいよです。10秒前です。9、8、7、6、5、4、3、2、1。Yeah.
動画だよ。あ、動画？いい走りでした。はい、大丈夫です。はい、頑張りなさい。めっちゃ声出してた。全然こけてて、嘘だろってなったわ。いやー、来てる人と話すと楽しい。あー、なるほど。それがそう、ないから飽きるな。バイク褒めたり、パックになりますかっつったり、あー、なんかね。バイクだー！バイクだー！実際のプロットか。調子はいかがですか？疲れました。もう足は大丈夫なんですか？足、そうですね、もう富士ヒル以来もうほぼほぼ乗らなかったんで、もうかなり回復しました。バッチリです、バッチリです、バッチリです、もう、はい、あ、パワーで走ります。今日は釣ってない？あ、大丈夫、今日は釣ってない、うん、もうさすがに2ヶ月ぐらい休んだので治りました。それは良かったです。最高です。ですね、今日はですね、ガレージセールと名打ってですね、はい、アパレル関係ですね、はい、ジャージとかビブですね、こちら2000円均一で、はい、2000円均一で、はい、もう後で見に来ます、まあ、いわゆる古着ですね、中古品になりますけれども、はい、いろいろサイズとか色ありますので、まあイベント長いので、はい、ぜひ夕方まで出てますので、ディグっていただければと思います、はい、だから本当に朝からすごい大成功でしたね。いやいや、おかげさまでね、はい、ツルド日本さんのイベントが大成功で、はい、我々もね、大変光栄ですね。ありがとうございます。はい、その他にもなんかいろんなグッズがありますか？そうなんですよ、アクセサリー関係ですね。あ、なるほど。ツールボタンだったりとか、それから携帯ポンプ、リコ袋もありますね。 あとちょっと鍵とか、そういったアクセサリー類、何でもかんでも500円均一も、何でもかんでも500円、はい、やってますので、はい、お支払いは現金とかペイペイのお支払い もはい、できますので、はい、ぜひちょっとね、暇見つけた時にちょっとつまみ食いする感じで、じゃあ、森さんのブース遊びに来ていただきたいと思います。その他ですね、一応メガネックサービスですね。もしちょっと自転車具合が悪いなとか見てほしいなとかありましたら、まあ、そんなに大掛かりな設備じゃないですけども見れるスタッフとかいますので、ちょっとご相談いただければ対応できる場合があったりします。そうですね、ぜひ遊びに来ていただければ。そうですね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ご覧くださいすごいんだけどね。どれぐらいますか？めっちゃ疲れてる時に吉田無用語で敵にあれうまくたまるから、だってすげーと動いてるから。何？あ、やばいですねこれ。やばいね。僕出た方がいいですか？これ修理します。あら、これまずいっすよ。これまずいな。これまずいっす。これ多分ということで、漏れちゃうな。ホイールちょっとロスですね。だから相手に足を頑張ればいいんだよ。リムブレイキのやつ入れたい。ちょっと大ピンチですね。ご基礎さんいる。ご基礎さんにちょっと借りれんの？ホイール借りれるらしいですよ。本当だ。すいません、ご基礎さんですか？ホイール借りれますか？はい、大丈夫です。実はですね、タイヤが切ってしまって、
って出てるわけないんですけど、うん、蚊に刺されてしまってですね、あら、ちょっとこれで走ると危ないんじゃないかってなって、すごい、チューブレスじゃないんですけど、あ、大丈夫です、なんかちょっと走っていただければ、はい、そうですね、こちらのトイレなら1セットありますので、あ、本当ですか、リンクで行く、はい、はい、お貸しいただければ幸いです。あ、もう完璧、竹野さん、やったぜ、ジャンデタイヤが蚊に刺されてしまって、ご基礎あれですか、そう、なんかご基礎貸してくれるって言ったからさ、なんか借りるのか、借りるのかおらって言ったら本当に貸してくれた、ご基礎のレビューですか、ご基礎のレビュー、ご基礎のレビュー、あー、ご基礎の音、うまい、うまい、じゃあ、チャーチューインスタにあげてきますんで、撮りまーす、東洋フレームでご基礎のホイールっていうのは、うん、やっぱ竹内優ですよ、あー、そっか、竹内優なんですよ、うん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 、僕が尊敬するレーサーは2人いて、1人がワウトファン R、うん、もう1人が竹内優、やっぱりこれ航空技術で、ここのところのこの隙間でベアリングの負荷がかからない、負荷がかからないから回転軽いっていうから、ちょっと楽しみです、この暑さはパワーとか言ってらんないですよ、パワーなんかもうこの暑さの 下ではね、元ではもう意味をなさないです大事なのはクーラーですね、クーラー、パワーじゃない、パワーじゃないパワー。結局パワーかよ。はい。はい。せーの。パワー。パワー。パワー。ゴー。ゴー。届きましたかね、届いたと思いたい、誰きついです、先頭がペースが上がってきました、大丈夫、はい、はい、はい、ゴーゴーゴー、はい、ゴーゴー、はい、はい、はい、神田藩と麻布藩で出て、基本的に神田藩がちょっと我が物中心チームだったんだけど、仁くんね、なんとね、落車しちゃってですね、手がこんな感じ、あれ、大丈夫、体は、体全然大丈夫です、丈夫です、はい、え、初めてのレースだったの、初レースでした、ね、バイクは大丈夫、バイクはこの STA だけちょっと曲がってて、あ、これハンドルバーテープ開けたら、もしかしたらクラックあっちゃうかもみたいな、っていう感じですね、他は傷なくて、まあ、自分の体でダメージを受けた代わりに車体は無事っていう形です、状況どんな感じ、状況としては、まあ、集団追いかけてるような状況 で、うん、でちょっとまあ結構ワットも高めで、あ、そうね、これ出てるもんね、周回していて、うん、
だからそこでちょっと、まあ、寝不足だったり緊張だったりっていうのがいろいろ合わさったのか、ちょっとブラックアウトというかちょっと意識がちょっとフラッときてフラッとしてしまって、で気づいた時にはコースアウトして芝生にいたんで、はいはい、でそっから戻ろうって思ったら戻ってから焦げちゃった。じゃあちょっとバランス崩しちゃったんだね。そうですね、ちょっとあの芝生とコースの間の段差があったんですよ。ああはいはい、あるね。そこにガガガガガっていった感じですね。ああね、いやなんかちょっと苦い、デビューになっちゃったね。そうですね。でちょっとこれで神田藩がちょっとだいぶその遅れちゃって33位までだいぶ落ちちゃったんだけど、前半戦終わってこの後今ねスタッフ3人で走ってるんですよ。前半戦が終わって今ね15位だっけ。そうですね、今15位まで戻ってます。盛り返したんで、ね、で今ちょっと後半戦がねスタートして、めっちゃ悔しいわ、なんとか、入賞トップ10狙いたいなみたいな、ね、そうですね、頑張ってほしいです。で頑張ってほしいということでね、ジン君もねちょっとね救護室からも復帰してちょっと応援してるという感じですね。はい、じゃあちょっとお大事にということで、でも大事にいたなってよかったね、はい、そうですね、すり傷だよねこれ。結構すり傷ちょっと深めなんですけど、ね、傷は傷が深めだけどすり傷です。ちょっと大げさだけどなんか折ったりしてる感じ。そう、折ったりとかはないです。ないので、まあよかったねっていう感じですね。まあ、9月あたりに宮ヶ瀬だったり多いのでリベンジ果たそうかなっていう。いやあれ悔しいよね、かなり悔しいです。3週しか走ってないもんね。そうなんです、3週で終わってるんで終わっちゃってる。何もまたレースできてない、レースできてないんで走っただけっていう感じですという感じで、まあちょっとね気をつけて走りましょうという、気をつけてもやっぱりこういうことがあるんですけど、やっぱきちんと対処すれば大事に至らずするっていうこともあるので、まあ安全にっていうわけですけども、まあいろいろありますよという感じですが、まあ良かったですこういう感じで。でちなみに我々の麻布班は順調にいってて、多分10チームぐらいしか車種混合クラスないんですけど、今4番手から4番手で前半戦を終えて、後半戦に行こうかなという感じですね。後半戦今さっきスタートしたばっかりなので、これからちょっと応援しようと思うので、後半戦もぜひ見てくださいね。3人になってしまった神田チームはトップ10狙えるのか、で我々麻布チームは無事表彰台4番手3番手狙えるのかどうか、こうご期待ということで、後半はね他のブースとか回ったりとかね、インタビューの話とかもいろいろできるかなと思いますので、ぜひご注目お願いします。後半に続く。